ですねはい、あと4日5日あと2日で、あのー、32歳のお誕生日になりますはいでえー、っとですね「天んラもん」がですね、あのー、全国の映画館で上映そして台湾でも上映がされていますそれに合わせて森の学校も映画館で、えー、60か所ですかね 上映されておりますはいもう本当にこんなことってねなく快挙、ねえー、7月にも上映されて誕生日も上映されてね1周年記念で上映されてまた誕生日でも上映されてあのこんなねあの全国で何回もね上映されるような映画,館映画がありない,ないと思います。 本当にねこれからもね皆さん応援をしていきたいと思います。なんかね、あのー、1日に3本見るっていう方もいらっしゃったみたいで、本当にね、あのー、楽しいなと思わせていただいてます。ね今日も映画館に皆さん行かれたあ天気がねいまいち良くなかったんですけれども、明日からまたね天気も改善されるみたいですし、4月の5日の日はですね、あのー 皆さん多くの方が映画館に運ばれると思いますただねあの体調がねいまいちって方もいらっしゃいますし映画館が遠くでちょっと行けないって方もいらっしゃいますし DVD D とかねそういうのをねさせていただけたらと思いますね皆さんでね思いは場所は変わるとも思いは一つですのであの4月の5日32歳お誕生日ですねお祝いさせていただきたいと思います で、えーと、土浦の方の花火大会の花火の方ですね、なんか有志の方で皆さん、あの一口いくらとかいう感じであの花火の、えー、募金があったみたいでで、えーと、10分間でね、花火が上がるようになったみたいです。こちらの花火は4月の5日は当日は土浦の方が混雑されますので皆さんファンの方いらっしゃいますので。えーと あのその日じゃない時にあげましてそしてその動画は後日編集をして、えー、別の日にねあのちょっとお時間いただくみたいですけどアップされるそうです、うん、またねそれは、ね、あの発表になる日はまだ公開されてないそうなんですけれどもまあ4月の、ね、前後で本当と言とねあの誕生日の日だとね嬉しいなと思ったんですけど まあそれもね、ちょっとい,いろいろ今問題があるので、密にならないようにということで配慮されているようです。で、えっ、ー、と、私の中でも、あの、赤いバラを、みんな999本の赤いバラを捧げましょうっていう風な話も出てるみたいで、そちらの方も、えっ、ー、と、一応お知らせいただいています。で、過去の動画の方で、 えっと、ツイッターのいちごうさげチャンネルの方の情報を、あの、YouTube でも紹介させていただいてますので、過去の動画を見ていただければ、詳細がわかるようになっております。そちらご確認ください。でですね、あと、あの、去年ね、あの、7月の時ですかね、 <あ>の <laughs> とろうそくをみんなでやりましょうっていう話が出てたみたいでそちらの方ですね、えー、っとまたね4月の5日の日にあの出てるみたいですあの動きが出たみたいですで4月の5日、えー、時午前10時から 午後11時まで、午後10時から0時まで、ズームの、えっ、ー、とど、えー、動画配信ですかね、ズームの、あの、集まりがあるみたいです。ミーティング番号は、828-9689-8560。パスワードは C、C0405。 になるそうですこちらの方ですねあの皆さんがあのはるまさんに届けたい画像とかを、えー、あらかじめ写真を撮っていただいてそれを皆さんであのアップしましょうということですすいません1号先の方ねあのほとんどね猫の youtube をやっときながらですねほとんどあの 本当にね、いろんな写真を集めてやろうと思ったんですけど、何もできないまま、今日に至ってしまいまして、申し訳ございません。で、ちょっと私の方ではちょっと難しいので、こういう,うなあな動画、ズームの集まりもありますので、ご紹介をさせていただこうと思いました。よかったらね、皆さんね、活動していただけたらと思います。 えとあの先ほど言いました赤いバラとかをとか、ね、お写真とか飾っていただいてあのみんなで、ね、思いを捨せてもいいかなと思います。で三浦翔平さんがですねあのツイッターの方で、えー、なんかね一言ねあげられてたようですけれども,あのもうできればねあの今回の大きなね 動きですねあの誕生日にささげるっていうことなので是非ともね大きなねあの応援と紹介といっぱいあげていただけたらいいなあの当日4月5日の日も何かしらコメントをしていただけたら嬉しいなと思いますはいあの出演者の皆さんも難しいかもしれませんがあの、ね、なんかね一言ねあげていただけたら いいいなと思います森の学校の、ね、木の方がですねちょっとねあの元気がないみたいなのでみんながねあの本当に思いを食物ってねあの本当にこう思いとかが伝わるんですね。枯れかけた木も 元気になってねとか害虫にいっぱいやられちゃって弱っちゃった木も弱っちゃった果物も弱っちゃった野菜も本当にその人間の思いっていうのが本当にね頑張ってとかそういう思いをかけてあげるとなぜか元気に改善してったりとか大きな実をつけたりとか新しく枝が出てきたりとかそういうふうなことがあるんですね。 その人間の木っていうのはとても大切でこう悪い気をいっぱい発したりとか悪い気をいっぱい受けたりするとそういうふうに悪,悪いものになっちゃうんだけど全てにもものあのあ作物人間はそうだし作物にしろ動物にしろあのその土地にしろねあの全てのものにおいてあの原例っていうのがあって。こう いいものを与えていくといい変化が返ってきますのであの本当にこの桜の木がどうかね元気になっていただいて後世までもその作品の桜が残りますようにどうかみんなで思いを馳せてあげたいなと元気になってもらうように思いを、まあ、遠くの人はね近くの人だったらもう木にねこう触ってね元気になってって。 言ってあげれば元気になると思うし、ね、で遠くの人はねどっかね桜の木がね元気になりますようにって祈ってあげるとだいぶそういうのもね木,木に伝わっていきますのでいいってててうのは遠く離れもてても伝わるんんなんですよだから、ね、あの人体調悪いみたい幼なじみが遠く離れた幼な染みが体調悪いみたいって言ったらあのそういうふうなねあの思いをね そっちの方向に向かって思いを馳せてあげるだけでも、そういうのはつながっていきますので。温かい気持ちをつないでいきたいなと思います。ね、本当にこう。私としては、本当に大好きだった。あの、エッさんと。T さんが、ひき、相次いで、そういうふうなことになってしまって。 本当にショックだったんですけどあの本当にねこう思いっていうのをやっぱり忘れ,忘れないっていうかねもう本当にやっぱりそういう思いをずっと持ち続けていきたいと思うしこう言葉にしていくことも大切だなと思います。なんか土浦の方でねこのリアルのねんとかがあったみたいなんですけどうん。 まあ、そういう方法もあるしまた私は別の方法であのそういうの活動にはまだねあの実際に行ってっていうことはないんですけれどもあの別の方法でやっぱりずっとずっとたとえ動かなくてもやっぱりこう発信はやめることなくねたとえ 誰も聞いてくれなくても発信はしていかなきゃいけないなって思ってます。だから皆さんもできる限りご自身のできる方法でね、発信をしていただけたりとか、まあ,おあの発信をしている人を応援してあげる、そういう気持ちが必要かなって思います。うん、そういう思いがね、やっぱりいっぱい伝わってたらね、 どっかでみんなね、ね、いなくなってってしまった人たちも聞いてくれてるかなと思います。あの、4月5日までね、あと2日です。ね、あの、あまりしみりしちゃうと、あの、良くないので、まあ、ね、元気にね、32歳ね、お祝いしていきたいなと思います。すいません、もう私もドタバタしてて、あの、 今回ね、本当に誕生日企画っていうのができないんですけど、できるだけこういう企画があるよとか、そういうのを分かり次第、あの、応援、発信していきたいと思いますので、よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークボタン、お願いいたします。ね、みんなでね、心を一つにしていきましょう。明るい、ね、方向を向いていきましょう。それがね、 あの残されたものに与えられたもんだと思うしねでやっぱり子どもたちのね未来っていうのが本当に大切だと思いますので今ね厳しいいろんなところでね戦争が起きたりとか食卓,にのばのぼ食卓の上に出されたものが安心して食べられないものだったりとか本当に厳しい 世の中だったりしますだからね本当に子どもたちがね安心して生きていけるね時代になれますようにみんながね本当に明るい方向を向けるように頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。